ごきげんよう、吸血鬼と人間のハイフレッティンエイシャークーショーリンゴだ。ついに発売を明日に控えた VR ゲームの金字塔、クロノスシリーズ最新作 VRSF 歌姫の霊長類大好物欲張りパックこと VR インタラクティブストーリーアクションアルトデウスビヨンドクロノス。この動画はこのアルトデウスを紹介する全2回の動画のうち2回目、概要やシステム、豪華制作陣の皆々様をご紹介した前回に続いて、今回は魅力あふれるキャラクターに音楽を紹介していこう。前回も言いましたが、特に案件とかではないです。我の高まる興奮が行き場をなくして動画として出力されているだけで、もう本当にアルトデウスの魅力とどまるところを知らないので、今ここで概要から全て語りたいが、尺がない前回の動画を見てくれ、ご承諾。それでは我がこのアルトデウスを知るきっかけにもなったキャラクターの話から存分にしていこうじゃないか。アルトデウスの個性豊かなキャラクターは前作東京クロノスに引き続き大人気国宝級イラストレーターラム様がデザインを担当されている。このラム様、何を隠そう我の姿を描いてくださった方でもあるぞ。それゆえに誰も彼もが魅力的。メインキャラクター8人1人ずつじっくり紹介させてもらおう。まずは主人公クロエ、 CV は鬼頭あかりさんだ。超巨大生物メテオラに対抗する組織プロメテウスに所属し、人型都市防衛兵器のうちの一つアルトマキアを操っている。メテオラに対抗するためだけに遺伝子を操作し作られたデザインドヒューマンであり、人間たる感情も強く持ち合わせていなかったが、盲目の少女コウコと出会うことで変化していったんだ。しかしある日コウコがメテオラに捕食され、地下都市オーグメンテッド東京の防衛でなくメテオラそのものへの復讐として戦うようになる。バックストーリーがすでに情報過多、もう何も言葉にならん。 PV 見る限りクロエとしてコウコに接するシーンもありそうなんだが、バーチャルタレントの我に言わせるとな、 VR で人と接するとそこにいる。もうキャラクター見ること、人と接するとか言ってる時点でダメだ。本当に実在感が半端でないので、貴様はクロエとなるし、我もクロエとなりてコウコと接するのだ。もうこの情報出た瞬間ティッシュを箱で注文した。さてお次は今話に出たコウコここの絵だ。 CV は奥野かやさん、地下都市オーグメンテッド東京の評議員の娘で、足が不自由で盲目、サンルームにてクロエに心を教えた友人だ。すでに失われしメテオラ襲来以前の世界に存在した文化を愛していたが、2年前メテオラに捕食されてしまった。情報があまり出ていない謎めいた少女であるが、しかしこの物語最大のキーパーソンでもある。詳しくはこの後説明しよう。次は電子の歌姫ノア、 CV は花森ゆみりさんだ。死後高校を模して作られたアーク人工拡張認識結晶であり、その歌は文化がほとんど失われた地下都市オーグメンテッド東京最大の娯楽だ。さらにクロエの戦闘サポートも行うぞ。クロエからは姿形がコウコに似ているが、その性格がもう全くもって違うことから避けられている。そりゃそうだ、もうメテオラへの復讐に燃えるほど大切に思っていた亡き友人が誰かの手によって勝手に歌姫にされて性格も全然違う、そりゃ避けるだろう。しかし愛らしい。アルトデウス本編ではこの電子の歌姫ノアのライブも見ることができるんだが、出てきている映像を見るに本当にヤバいものが見られるのではないかと我はワクワクしている。 VTuber の VR におけるライブは所詮現実世界の模倣であると言われてきたが、その言葉をひっくり返すような360度のきらびやかな歌姫のライブ、非常に楽しみだな。さあ次はメテオラ変異体アニマ、 CV は石川由依さんだ。メテオラ変異体、そう、この高速衣のようなものを身にまとったアニマこそがコウコを捕食し人間の姿を獲得した憎き異生物メテオラなのである。クロエに対して非常に攻撃的だが、時にクロエに懐き、コウコの好んだものに執着する様子にクロエは混乱する。我も混乱する、だってこんな顔するのだもの。
そう、そしてここでお分かりいただけただろうか、このアルトデウスには一人の人物の同位体とも言うべき存在が3人もいるのである。コーコという人物からその姿を模した電子的な存在であるノア、直接その身に取り込んだ有機的存在であるアニマの2つの存在が派生し、主人公クロエの前に現れるのである。この巨大なる感じをどうしてくれよ。この関係性がゲーム本編でどう展開していくのか気になって仕方ないな。さてキャラクター紹介に戻ろう。次はヤマト・アマラギ、シビは小林雄介さんだ。プロメテオスの一員にして人型都市防衛兵器のうちの一つアレス・マキアを操縦しているムードメーカーだ。少々短気な一面もあるようだな。父親はメテオラとの戦闘ですでに亡くなっていて、その背中を追って操縦士となったため、地下都市を防衛することに強い使命感を感じている。お次は青葉岩佐、CV は荒牧義彦さんだ。プロメテオスの一員で管制官、先ほど紹介したヤマトの幼馴染で面倒見もよく戦闘時のオペレーターも務めているが、その冷静な判断からプロメテオスの面々からの信頼も厚い。アニマを命名したのもこの青葉だ。さあ次はマッドサイエンティストジュリー、CV は芹沢優さん。地下都市を設計し遺伝子操作にてクロエを作り出した超天才科学者で、その全身は擬態化されすでに200年以上生きている。ん ?200 年以上?そう、前作東京クロノスは260年前の出来事。そして東京クロノス本編にはこのジュリーではという人物がほんの少しうっすら出てくる。そこにつながりはあるのか、はたまたファンサービスか、この謎は果たして本編で解決されるのか、ぜひとも貴様の目で確かめてほしい。メインキャラクター最後はデイタ、 CV は早見翔さん。プロメテオスの司令官で一管制官からジュリーにその才覚見出され司令となった。その過去を知る者は少ないとの公式の紹介だが、これについて我なりに考察してみた。これまで紹介してきたキャラクターを一つの基準で二つのグループに分けてみよう。左が純粋な人間、右が人間ではないか、少なくとも遺伝子操作や擬態化で通常の人間の域を超えているものらになったな。この基準は名字の有無、左はあって右はない、少なくとも発売前の現時点では。この基準で当てはめて考えるとデイターは右側ということは、デイターも親がいない遺伝子操作された等の特殊な生まれだったり、体の一部が擬態化されているのやもしれんな。いやはや発売前から様々な想像が膨らむな。公式サイトにはサンプルボイスもスクリーンショットもある。ぜひともチェックしてくれ。さあクロノスシリーズもう一つの真骨頂といえば、大作アニメ映画に勝るとも劣らない素晴らしい音楽だ。豪華参加アーティストの皆々様と楽曲一挙に紹介しよう。今回も前作東京クロノスに引き続き郡氏は八面のっぴの活躍。前作の鮮烈かつ重厚な音楽の数々を思えば、今回もどれも息の止まりそうな楽曲となるに違いだから。 VTuber たる我的にはやはり指折りのバーチャルシンガーユニ氏の参加が実に嬉しいな。今回は電子の歌姫ノアのライブパートもあるから、そこの楽曲も、前作ではサプライズ的に出てきた楽曲なんかもあったから、まだまだ油断はでき、共に本編で音楽にも酔いしれようじゃないか。というわけで我からの紹介は以上だ。あとは12月4日のゲームの発売を待つのみ。いやはやいよいよだな。とここでお知らせだ。我はこの熱量のままにアルトデウスのクラウドファンディングの法人プランにて作中とし、オーグメンテッド東京の広告枠を買ってしまった。
そう、すでにクエストでプレイ可能な体験版遊んでみるとわかるんだが、我います。しかも結構いい位置。今まで我の配信の中で釈迦だけ存在していた企業、株式会社九条商事として看板構えているので、ぜひ皆プレイするときチェックしてみてくれたら幸いだ。もちろん今回も実況動画など出すつもりだから楽しみにしていてくれ。それではまた発売後に会おうじゃないか。ごきげんよう。